今回は ID やレイドで火力が出ない人の特徴5選を話していきます。早速ですがコメント欄にお気持ちを書き殴られる前に先に誤解を解いておきたいんですけど、別に火力が出ない人を悪く言いたいわけじゃないです。だってこのゲームどうやったら火力が出せるか教えてくれないんだもん。火力出てなくて当然ですよね。なのでレイドでボスを倒すスピードが遅かったり、 ID でなかなか族が片付かなかったり、木人が壊せなかったりで、ようやく俺って火力が出てないんだって実感するわけです。あと火力ってなかなか人に指摘しづらい問題でもあるので、人に言われることもあんまりなくて自覚しづらいんですよね。ですが火力を出すことなんて非常に簡単です。いくつかポイントがあるので、それを抑えてさえいれば、たとえ不慣れなジョブを突然出したとしても最低限の火力を出すことなんて非常に簡単です。たかが火力ごときで FF14 が楽しめなくなるなんてもったいないですよね。なのでこの動画で身につけて快適に FF14 のコンテンツを遊んでいきましょう。火力が出ない人の特徴その1、範囲技を使っていない。3体以上いたら範囲技連打。ID などを攻略しているときに、ザク敵の集団、倒しますよね。その集団に対して、たまーに1体ずつ丁寧にちまちま殴っている人がいます。そんなことをしていたら、殲滅に時間がかかりすぎて、もうコンテンツ時間が足りなくなってタイムオーバーになってしまいます。各ジョブでそれぞれ、単体用のスキルと範囲用のスキルがしっかり用意されているので、敵がめちゃくちゃブワーっていて、通勤の満電車のように、しっちゃかみっちゃかになっているときは、範囲技を使って敵を殲滅しましょう。敵が何体以上のときに、範囲技を使えばいいかは自分によって違うんですけど、まあ大概2体か3体以上で範囲技の方が強くなります。計算方法はめちゃくちゃ単純で、範囲技の威力を2倍して単体技の威力に大きくなるなら2体以上から、3倍してやっと大きくなるなら3体以上から使ってください。3体以上いたらもう脳死でひたすら範囲技使いまくってください。ここまで主に ID での話をしてきたんですけど、霊式は絶でもたまーに使うことがあります。まあ、具体的には最近だと絶粒子の二天竜とかですかね。ちなみに余談なんですけど、満員電車に揺られている時に周りの人たちをアンリーシュで殲滅する妄想します。火力が出ない人の特徴その2、ジョブの特性を理解していない。説明が書いてある場所難解すぎる。ところで皆さん、ゲーム内でジョブ HUD の説明がどこに入っているかわかりますか？こういうレベルが上がって使えるようになった時に出てくるやつですね。レベルが上がってすぐに出てきても鬱陶しいので、速攻で罰を押して消している人は僕だけじゃないと思います。これ、後で見たい時は一体どこを見ればいいのか。探偵事務所に依頼を出すレベルの捜索をした結果、ついにその在りかを発見することができました。これです。このボタンです。こんなちっこいの見に失礼しました。よくよく見たら、ちゃんとジョブ HUD の解説を表示するって書いてありましたね。これは見逃していた私たちの失態でしょう。では早速このボタンを押してジョブ HUD の説明を読んでいきましょう。あ、なんだ、ここにも黄色の文字でアクションリストから確認できるって書いてあるじゃないですか。これはアクションリストからこの小さいボタンを探し出せなかった私たちが悪いですね。失礼しました。これはヒーリング経緯についての説明ですが、読んでいるとちょっと気になった点ありませんか？これです。これこれ、ヒーリングリリーは戦闘状態で一定時間経過したら増えるのね。なるほどなるほど。でこの一定時間で具体的に何秒なの？わからないですよね。ここでまたしても探偵になりきって捜索を行った結果、発見しました。まずはアクションリストのトレイツを開いてください。これ、読み方トレイツで合ってんのかな？この中のヒーリングリリーってやつにカーソルを合わせると、ほらほら、書いてありました。20秒に1個つくらしいです。いや、わかりにくすぎる。こっちに書いておいてもいいけど、さっきのジョブ HUD のとこにも両方書いておけばよくない？まあ、アプデでこの時間を調整したいって思った時に、両方書いてあったら変えるの面倒そうだなっていうのはわかるんですが、まあ、不親切ですよね。このようにジョブ特性をしっかり理解するためには、まずはジョブ HUD 説明を確認する。その後アクションリストのトレイツを読み込めば、そのジョブのことは大概わかりますので、この手順で自分が使うジョブの特性を理解しておきましょう。ここで番外編なんですが、火力が出ない人を見てみたらめっちゃ弱い装備をつけてることがあるんですよね。どんなにうまく立ち回っても装備が弱かったら台無しなので、装備をしっかり揃える必要があります。 ID に行く前には全部完璧に揃える必要はないですけど、できるだけジョブレベルと同じくらいの装備を身につけてください。霊式の場合には全身新式以上の装備を身につけてください。ここでは多くは振りませんが、霊式の場合は装備に厳しい人も多いので、トラブル回避のためにも全身フル禁断にしておくのがまあ安全ですかね。ギル払ってトラブル回避できるなら全然安いかなって思いますので、装備はきつらないようにしましょう。単純に倒す時間が早くなって時短にもなります。火力が出ない人の特徴その3、 GCD が頻繁に止まっている。マグロ。火力を出すためには GCD を回し続けることが必須です。 GCD とはグローバルクールダウンの略で、ウェポンスキルや魔法を使った後次使えるようになるまでの待ち時間のことです。ちなみにですが、物理攻撃アクションのことはウェポンスキル、魔法攻撃アクションは魔法と言います。物理か魔法かだけの違いです。このくるくる回ってるやつですね。デフォルトでは 2.5 秒で、ステータスのスキルスピードとスペルスピードの数値が大きくなるほど短くなっていきます。また忍者の封筒や侍の紙風の効果などでも速くなります。この GCD は基本的に絶対に止めてはいけません。泳ぎ続けていないと死んでしまうマグロのように、 GCD を回し続けていないと死んでいるも同然です。すいません、言い過ぎました。ギミックをこなすために多少 GCD を止めて安定を取ることも大事です。ですがそれはあくまで安定を取る時だけの話ですので、
で、何もない時には常に GCD を回しましょう。そして GCD とアビリティの関係についてはこの後詳しく解説します。火力が出ない人の特徴その4、スキル回しを理解していない。回しの基本2つ。火力を出すためにスキル回しをしますが、何個か回しの基本というものがありますので紹介します。回しの基本1つ目、ウェポンスキルの合間にアビリティ。特徴その3で GCD を回せと言いましたが、その GCD を回している間にアビリティを使いましょう。タンクと DPS にはGCD の合間で使うための攻撃アビリティが用意されています。基本的にはどのジョブもウェポンスキルを回してアビリティを2個挟むのを繰り返してアビリティを消費し、使うアビリティがなくなったらコンボなどで刺さる GCD を回して、アビリティの力が返ってきたら再び GCD の合間に使うを繰り返します。ただしキャスターとヒラの場合はちょっと特殊で、合間にアビリティを挟める魔法と挟めない魔法があるんですよね。キャスの場合は詠唱がある魔法と無詠唱の魔法があるので、その無詠唱の魔法を使った後にアビリティを挟みましょう。ヒラの場合は常にドットを維持してドットが入っている間はひたすら攻撃魔法を打ちますが、その攻撃魔法の詠唱が短いので毎回1個ずつアビリティを挟みます。この隙間や無詠唱魔法のドットを使うタイミングでカードを投げたりアビリティヒールをします。アビリティヒールを全て使い切ってしまった後は仕方ないので、詠唱付きの魔法ヒールで対応しましょう。メディカル屋敷といった詠唱ヒールは仕方ないから使うものであって、使う順番はアビリティを全て使い切った後って考えておけばまあ大丈夫です。回しの基本2つ目、強いスキルは全てバフ、デバフを使っている間にぶち込む。ジョブにも言えますが、タンクと DPS はバフとデバフが非常に重要です。回しの基本1つ目で言ったような攻撃アビリティはできるだけバフやデバフを使っている間に使いましょう。具体的にはバフはノーマーチのような自分に使うもの、デバフはブンドルのような敵に付与するものです。基本的にはどのジョブも攻撃アビリティをバフに合わせられるようにリキャスが調整されているので、開幕だけちゃんとバフを使ってからアビリティを使えば、あとはひたすらリキが返ってきた瞬間に使えば自動的にバフ中に使えるようになります。ちなみにですが、赤魔道士っていう例外が服を着て歩いているようなジョブがあって、こいつは2分リキャのエンボルデンっていうシナジーを持っているんですけど、アビリティのリキャスがめちゃくちゃな秒数な上に、エンボルデンの効果が自分に対してだけ山砲ダメージアップなので、物理攻撃のこいつらはバフが乗りません。ここまでの説明を全てぶっ壊す自分性能、勘弁してくれよ。火力が出ない人の特徴その5、タイムラインを把握していない。特にキャスヒラ、ここまで来たらあとは応用編です。主に霊式や絶での話になりますが、火力を出すためには TL の把握は必須です。これは特にキャスヒラが大きく関わってきますが、タイムラインを把握して前もって移動しておくことが非常に大切です。例えばボスがこれからエンハイ攻撃を使ってくるのに、ど真ん中にいたら移動するのが大変で魔法が詠唱できませんよね。またボスが大きく移動するのにど真ん中にいたら殴れなくて GCD が回せませんよね。このようにここまで説明したことが目人相手にはできても、実際のコンテンツではできないっていうことが余裕であるので、いかに目人と同じように殴り続けられるかを考えるのが鍵になります。というわけで、次にボスがどんな攻撃を使ってくるかを把握しておけば、先回りして避けることができるし、スプリントや移動技などを使って殴れない時間を短くすることも可能でしょう。タイムラインを覚えるためには動画を見まくるのもいいですが、最終的にはとにかくひたすらやって体に染み込ませるしかありません。練習あるのみ数をこなしましょう。そうしていれば、気づけば寝ている間に体が勝手にコンテンツを攻略していることでしょう。以上、火力が出ない人の特徴5選でした。特徴その1、範囲技を使っていない。3体以上いたら範囲技連打。特徴その2、ジョブの特性を理解していない。説明が書いてある場所難解すぎる。特徴その3、 GCD が頻繁に止まっている。マグロ。特徴その4、スキル回しの基本を理解していない。回しの基本1つ目、ウェポンスキルの合間にアビリティ。回しの基本2つ目、強いスキルは全てバフ、デバフを使っている間にぶち込む。特徴その5、タイムラインを把握していない。特にキャスヒラ。今回の動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録高評価してくださると嬉しいです。またツイッターのフォローもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おまけです。そこまで重要度が高くなくて本編には入れなかった火力が出ない人の特徴が一つあって、 HUD にこだわっていないです。 HUD レイアウトがほぼデフォルトのままの人がいますが、デフォルトのレイアウトは非常に見にくいので、自分なりにこだわって変更した方が絶対にいいです。ちなみにこれは僕の HUD レイアウトなんですが、基本的に目に入れたい情報はこのライン上に来るように詰め込んでいます。これ結構な自信作で、我ながら美しい配置でできているかなと思います。こういうこだわり大事ですよね。ありがとうございました。